はい、こんにちは。バーチャルの前原です。はい、三色マーカーチャレンジの第3回目やっていきたいなと思いますね。一、はい、つ前のね、動画で私が書いたこちらの2つを塗っていきたいなと思います。はい。一つは、クマのプロさんだね。もう一つは、トトロ。そうだね。この2つを塗っていきたいなと思います。はい。どうする？エイシン君がトトロでいいの？うん。あ、そうなの？分かった。じゃあ、パパはプーさんだね。はい。はい。じゃあ、早速、色を決めていきましょうか。はい、お願いします、エイシン君。1色目はスーパーピン肌色私の1色目はこれだなにこれ薄いグリーンエメラルドかな。エシグの2色目さあ何が来るかなピンク、ちょっと私の2色目はこれだ赤あこれ服にいいんじゃない。あ、本当だ。エシグの3色目は何でしょうか。せーの、ほい紫みんな薄い薄い私の3色目はこれだ肌色かな。僕は薄紫、薄ピンク、肌色でトトロを塗っていきたいと思います。はい、頑張って、うん、はい、じゃあ私は薄グリーンと赤と肌色これで熊野プーさんを塗っていきたいなと思います。はい、頑張って。はい、じゃあ早速塗っていきましょう、うん。じゃあパパはこの肌色からいこうかな。僕はやっぱこの紫、このなんかトトロって感じ。あ、トトロっぽいね。うん、あ、いいじゃん。なんかトトロって灰色だもんね。うん、ちょうどいいじゃん。じゃあパパはこの、あ、これもほらオレンジだ。あ、ほんとだ。肌色というよりオレンジだからこれでいけるかも。うん、ニシン君はプーさんと言ったら何ですか。プーさんと言ったらハチミツ。ハチミツ？あ、そういうこと。あれじゃないの？プーさんのハニーハントじゃないの？あー、ディズニーのね。プーさんのハニーハントは必ず乗るかな？ディズニー行ったら？うん。なんか乗りたいよね、必ず。乗りたい？うん。必ず乗ってなかったっけ？乗ってない時もあるか。うん、そうだね。でも結構、ほぼ毎回乗ってるよね。そうね。あれ面白いもんね。うん、特に日本のやつが素晴らしいから。なんか時々ねコースが違うもんね。あ、そう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 。海外のやつはああじゃないでしょ確か、うん、しかもレールがついてるからね海外のやつはね、うん、日本は素晴らしいよ。最先端のテクノロジーが、最先端のテクノロジーのじゃった別のキャラクターのやつにあのワールドのあのワールドね、あのワールド、あのワールド、スナックのワールドね、スナックのあのワールドやんないそっかそっか。あ、しまったな。あ、いいのか。じゃパパこのオレンジでプーさん塗っていこう。オレンジだとね、多分プーさん本当は黄色だけどね、うん、まあそれが出たからいいでしょ、うん、ちなみに A ちゃんのそのさ、うん、トトロ、うん、まあ、何のシーンかわかる？コマで回ってるシーン。ここまで回ってるシーンじゃないな。サツキとメイがさ、うん、お父さんをさ待ってんじゃん雨の時に、うん、それで雨が止んでさ、でもトトロが隣にいてジャンプして雨がバーッと落ちてくる。ああ、多分そうだと思ったんだけど。でもほぼトトロって口開けたりしないからね、すごいおっとりした性格だから意外とすぐ友達になりそうかもねそう、うん、そういう風な捉え方してくると思わなかったな。なるほどね。いや塗りやすいなこの紫。あ、薄紫。あ、薄いからね。でもあれで重ね色にしたらもう色変わっちゃうかもね。うん、色変わってってかもうこの紫色で重ねたらなんか灰色っぽくなんだよね、やけに。でもなんかザ・プーさんって感じだね。ザ・プーさん、うん、こんな感じかな、うん、できたかな。じゃあ2人ともできたかな、うん、ということで完成しました。イエーイ。はーい、じゃあ細かく見ていこうか。毛には紫と肌色を使って、ちょっと肌色分かりにくいかもしれないけど、うん、それで何やらお腹に変な紋章が出てて、うん、マエと書いてある。マエって書いてあるんだ、うん、ピンクはどこ使ったの。ピンクはこの前って書いてあるとこや口に使ったよ。口か、うん、目も塗られてる、もしかしたら目も塗ったよ肌色でそうなのね、うん。
名前はマイチャンネル最悪トトロ。最悪だ。そんな名前最悪だ。マイチャンネルとトトロくっつけちゃダメだ。はい、続いて私のプーさんですね、うん、この濃い肌色が意外とオレンジっぽかったので、なんとなくプーさんだね。そうだね。あ、一箇所だけ違うんだ。なんかわかるかな。なんかわかる。ハチミツ。ハチミツがね、赤いんだけど、これはですね、血じゃないよ、うん、ブラッティオレンジハチミツってことにしてください。ブラッティオレンジのハチミツね。あ、だから赤いの、うん、血じゃないよ、本当に。基本的にね、赤の服で黄色っぽい毛の色、うん、はい、で、良かったんじゃないかな。そうだね。このハチミツだけがちょっとおかしかった感じかな。そうだね。はい、ということで三色マーカーチャレンジの第3回目でしたね、うん、今回も楽しかったね。そうだね、うん、塗り絵が結構楽しいんだな、うん、しかもこのペンがさ、いい感じでなんかね、色が伸びるし、うん、重ね塗りできるし、いいよね。そうだね、はい、ちょっとすごい色になって楽しかった。あ、そうですか、よかったよかった。じゃあまた機会があればやりたいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。